戦うだけだぜ、受けて立つぜ。さあ始まりました。クエブンの牛丼めっちゃ美味しいんだけど。寝ばすの牛丼一杯で終わるかも。ズボンも抜こう。VAMVI ハラハラどうも、まゆです。はい、ということで早速戻っていきたいんですけども、はい、人類の永遠のテーマ、うん、それが米派か麺派かっていうのがあるんですよ。あるね。ゆんちゃん、ちなみにどっち派ですか？私は、はい、お米派です。お米派か。でもね、深夜に食べる家系ラーメンも大好き。いやー、それもうまいね。でも今日は白黒つけます。麺だけに白黒つけます。ギョギョ。ということで本日の企画は、麺 vs 米10分間食べ続けたらどちらが太るのか。以前ですね、飲み物対食べ物でユンちゃんと僕戦ったんですよ。そう。そしたらなんとですよ、ユンちゃんに負けたんですよ。僕、私が勝ったのよ。初めて早食いで勝ちました。どっちだっけ？ユンちゃんが飲み物、うん、ユンちゃんが飲み物で俺食べ物で、いや食べ物の方が絶対重いやんと思ってやったら、うん、この細いマッチみたいな女に負けましたよ。本当に。だってあれ10分間ずっと一気飲みし続けたからね。私苦しかったもん。まあだから、ね、前回は飲み物と、なんていうの、液体と物質だから、うん、ちょっと分かりづらかったの、うんうん、もう今日はもうガチ、うん、物質対物質、そう、シンプルにどっちが強いか今日決まります。個体対個体。そう。ということで早速やっていきたいと思います。ってことで早速やっていこう。それではまずユンちゃんの体重を測っていきたいと思います。久しぶりの身体測定です。緊張します。太ってろ太ってろ。もう自粛期間で太ったと思う。いきます。そんな定石の言い訳はいらないんだよ小娘。いくよ。さあ行け。さあ、うわー、 43.2キロ。 43.2 キロでございます。まあ、あんま変わんないね。なんか前も42、3だった気がする。でも42って何キロだった気がする。いやでもそのお下げ重そうだから、もっさりお下げ。これの重さか。 それで左右2キロあるから。そうだ、やっぱこれが重りになってますから。まあダイエット、筋トレの成果っていうのを見せてやりましたよ。お願いしますよ。最近やっぱコメント欄でバンビ君痩せたねって、はい、多発してますから、ここで証明しよう。前が65とかですね、確か、はい、それでは乗ります。お願いします。果たして何キロになっているのか、ドキ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 、はい、何キロなのか、バンビくん。 64.9 キロ。あれあれあれ、あんま変わってない。やっぱ筋トレで痩せようとしてるから、やっぱ筋肉のが重いから筋肉が増えたんだ。そう、シュッとしても体重はあんま変わんないっすね。本当に痩せたかな。うん、脂肪が減って筋肉が増えた、それだけのことさ。ほらね、このたくましい腕。筋肉ですか？筋肉です。あとは戦うだけだぜ。受けて立つぜ。デュエル、スタンバイ、よーい、ドン、ギョギョ。ということで早速やっていきたいと思います。先生、僕たち、私たちはスポーツマンシップにもっこりのっとりすることを誓います。ユウは常に可愛く全力で正々堂々と戦うことをここに誓います。誓いします。あ、そしてね、麺とご飯が入れ替わってると思うんですけども、前回やった時ね、僕ご飯だったんで、今回ユンちゃんがご飯ということになりました。僕は麺を担当します。麺食べたかったな。でもユンちゃんはあの痩せすぎってコメントあるから、うん、やっぱお米食べないと勝ちますから。無理だね。それでは今から10分間よーいスタート。さあ始まりました。始まりました。ちょっとユン、これ移動時間ロスしてない？大丈夫？バカめ、チュルチュルいける麺の方が有利に決まってるだろ。あー、バービー君それは分かっててやってたでしょ。だからやばい、これ麺の方が準備が準備力にすごい時間かかる。順番なの気にしてられん。ショートウマシンウマチカチメンチ。うん、うまい。腹減った。うん、やばい、麺には服を汚すリスクが
セブンの牛丼めっちゃ美味しいんだけど。牛丼屋さんより美味しいかも。うん、ネバトロ美味しそう。それ美味しそうって思ってさ、自分のために買ってきたのに。ネバトロ最高。でも多分米の方が重いのよ。個体値が、やっぱ私早く向いてない、諦めたい。うん、混ぜすぎて、傘が、ま、増してる。うん、次僕はこの重そうなパスタいきます。あっ、危ない、危ねえ。うん、これ新品なんだから。バブ君が叫んでるうちに。危ない、マジで。あー、汗めっちゃ出た。ケツの穴からめっちゃ汗出た今。ケツ穴。やばい、とろろそば一気食いしたらめっちゃ胃が冷えた。お腹痛くなって今。待って、もう、あ、牛丼一杯で終わるかも。YouTuber やめちまえ。明太たらこクリームパスタめちゃめちゃうまい、セブンの。これ食べてみて、みんな。おいしそう。うん、ちょっと最初とろろがめっちゃった。お腹痛い、カレー前回負けてるから今日こそは勝ちたい。いい匂い、服に跳ねろ。カレーって重そう。バカめ、温めすぎて熱い。バカめ、熱くて熱い。こいつ温めすぎて自分で食えなくなっちまってるってよ。元も子もねえな、バカ。どうしよう、氷入れようかな。あっこい。噛むな、噛むな、やめた。ユンちゃん一旦冷ましておく作戦、そんなのあり？あり。ユンがゲームマスターだから。なんでもありじゃねえか。うん、うん、うん、あー、あー、続いて中華丼、続いてかき揚げそば。急げ急げ、飲み物ないの地味にめっちゃきつい。ゆず、ゆず、いただきます。かき揚げそばいただきます。玉が落ちた。うん、うん、このそばパッサパッサ。やっぱ早食いはね、早く噛む力がいるの、こうやって。うちの親も、うん、いい年して息子がまだ早食いしてると思ってないよ。私のママは結構万有の動画毎日見てるからね。マジ？うん、めちゃめちゃ優しくしよう。ユンちゃんにめちゃめちゃ優しくしよう。だからバンビ君がね、なんかでユンに失敗した時めっちゃ LINE 来たもん。なんでバンビ君あんなことすんのって。罰ゲームやがな。叩いちゃダメでしょ、罰ゲーム。今やめちゃ、もうダメだ、ズボンも脱ごう。やめて、セクハラだよ客に。あー、なだれ込んでく下に。バンビ君最近パンチラしてくるの。セクハラ受けてます。ハッピーウェディングの時も横からパンツチラ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 見せて。ギュギュ、うまい。もうこれ1分半です。うん、待って、カレー行く。うん、ピリ辛ですね。あと50秒切りました。うん、うん、あと30秒、4つ目。待って、あと準備して終わるんじゃないの。もう具材は諦める。やばい、残り10秒、うん、うん、終了。
くそう。あと1時間欲しかった。早速体重を測っていきたいと思います。消化される前にね。早く。お前なんでそんな強気なんだよ。そう、こんな量で。ではまずはじゃあゆんちゃんから体重上がっていきたいと思います。ゆんちゃん、大食いする前の体重は 43.2 43.2 キロですね。はい、それではお願いします。いきます。はい、トゥー 44.0 ということは 43.2 キロから34キロということで 0.8 キロアップです。え、800グラム800グラムアップです。すごくない？なんで？お前つまみ食いしただろ。してない。つまみ飲みしただろ。してません。携帯持ってないだろうな。携帯持ってません。いいよ、ほら、はい、チェックは全部脱げ。ないって。ボディチェックするぞ。しいて言えば三つ編みが200キロ200キロ。じゃあ34キロおかしいよ。ギョギョ。はい、で僕は麺3箱プラス、まあ、うどんちょっとなんで結構増えてると思います。見てください、このお腹。うわぁ、バンビ君、まーるっ。臨月。もうまんまるだ。それではいきます。俺は次こそ勝つ。ゆんちゃん 0.8 キロで、ね、いきます。おぉ、66.4 キロ。1.5 キロアップです。ゴーイエーイ。ということでバンビ君の勝利です。うぅ、リベンジ果たしたなり。はい、ということでバンビ君のシックスパックが見たいよと思った方はグッドボタンとこちらのチャンネル登録ボタンを押してね。シックスパック見たいけどその臨月じゃまだまだかかりそうだねって思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ちゃんと産んだらシックスパックになるもん。バイバイ。